にすっかな。決まった。今の気分は服にはこだわる方なんだ。似合ってるか。着替え着替えっと。どれで行こうかね。フィットしてるぜ。俺のサイズあるか。どれを試そうかな。全部着てみたいな。どれを試そうかな。ここなんだな、パレカナの養護施設ってな。ああ、ただ妙に静かだな。前来た時は子供たちが遊んでた。あ、ほら、あそこに。あれ、見覚えある子だったんだけど、忘れられちゃった？いや、というより俺らを見て怖がってたように見えたぜ。ここの子たちはもともと誰にでも人懐っこかったろ。うん、やっぱりなんか変だよ。あの子に根も葉もねえことを吹き込んだ奴がいるのかもしれねえな。現場百遍は正解だったかもしれねえぞ。カズが変化があるってのはいい兆候だ。かもな。
行こうぜ。And so the enraged Nele, in all her wisdom, cast Greedy into the frozen fires. Price? 島に戻るって言ってなかったか？まだこんなとこにいたのかよ。ようこそ、春日さん。またお会いできて嬉しいです。この間見かけなかった奴らだ。あえて嬉しいっつった割にボディーガードを前に立たせるんだな。彼らは白の戦士です。私に危害を加える心を敏感に察知してしまうのです。デイナとカロンはどうした？留守なのか？何か御用があれば代わりに私が伺いましょう。火が全てを浄化するまで。ウォン・トーの話はやっぱり本当なのか？あんたその子たちに何をするつもりだ？ They're scaring me, Father Bryce.Fear not, my child. No evil can withstand the Hawk Warrior's spirits. What we should do now is pray. Let us beseech Madame Nele to envelop them swiftly and painlessly. どうも、俺たち。哀れみを受けてるみてえだぜ。茜さんはラニを連れてここから逃げ出したい。それをあんたは追ってる。すました面して、それはそれは必死にだ。おお、普段は目立たないようにしてるくせに、手なずけていたギャングたちに総動員をかけてまでな。パレカナの火は浄化の炎です。迷いも疑いも全てを包み込み、等しく無へと帰すのです。彼女たちを見つけたら二人とも殺すのか？清められるべきは清められます。何が清められるべきか、人々を導き教えを諭すのは全てこの私が炎に委ねられた役割なのです。さっきから何の答えにもなってねえぞ。傲慢な悪魔よ、炎に清められんこと。ブライス、ヘレティクスビゴン。さっさと始めようぜ。任せといて。よし、やるぜ。ほら、行くぜ行くぜ。ほら、
せ。俺の番だ。よし。何？来ない。かかってきな。おら！調子がいいぜ。してっと怪我するぜ。やるぜカシラ。オッケー。暴れるか。やりますか。任せといて。
全力で行くよ。この調子でさっさと行きましょう。勝利勝利。よし、上昇上昇。コツつかめたんじゃねえか。これが俺の真骨頂よ。また成長しちゃった。吸収が早いのよね。ブライスにはもう追いつけねえか。なんだこれは。あ、デイナ、カロン、カスガさん。なるほど、ブライスの指示で使いに出されていた。ええ、臨時でフードバンク用の食品をいただけることになったから受け取りに向かってほしいというお話をいただいて。ブライス様から直接そういうお話があるのはめったにないことなので、私たちも珍しいなとは思ったのですが。で、帰ってきてみたらこのアリ様か。ええ、春日さん、あなた方の言うパレカナの実態というのが私には信じられません。何を根拠にそんな。やっぱりそうですよね。いや、俺はきっとそんなことだろうって。デーナさんたちに限ってここの子供たちを苦しめるようなことするわけね。そうです。ええ、私も何の話なのかさっぱり。ブライス様がギャングたちを支配していて、アカネさんの命を狙ってるだなんて。カロンさん、デイナさん、俺はここじゃよそ者です。ハワイにはほんのちょっと前に来たばかりで、そんな奴に急にあんたたちは騙されてるなんて言われたって信用できないな。しょうがねえ。だから俺たちの言うことを信じてくれとは言いませんけど、さっきの光景はお二人自身が自分の目で見たことです。ガンジョウとバラクーダ、そしてパレカナの武装した教徒、それが束になって俺たちを殺そうとした。パレカナにはまだお二人の見たことがない一面ってのがあるみたいなんです。それを踏まえて何か俺らに言いそびれてたことがあれば聞かせちゃもらえませんか。私たちは聖地ネレ島へ渡った人たちが幸せに暮らすと聞かされてきました。この施設からも多くの子が悪と認められて島へ渡っていきました。信仰心を認められれば悪になれると、そう言って子供たちを導いてきたのです。もう何十年も前からずっと。でも昔カロンとも一度だけ話したことがあるんです。ネレ島にいるはずの子をホノルルシティで見たことがあるって。デイナ、それは。ネレ島に行ったら一生をそこで過ごすのがパレカナのルールでしたよね。ええ、だから本来ありえないことです。私も最初は見間違いだと思った。顔もすっかり別人になっていて、でもここで家族同然で何年も一緒に過ごした子ですもの。佇まいや雰囲気は間違いなくその子だった。だから声をかけたんです。でも人違いだと言われました。それでもその子だって思ったんですね。ええ、事情は分かりませんが、顔は多分整形手術を受けたんでしょう。でも声を変えることは手術でも難しいと聞きます。その声は間違いなく私の知るネレ島で暮らしているはずの子でした。もっと話をしようと思ったのですが、その子は逃げるように走り去っていってしまって、それっきりです。それってつまりネレ島に行った子たちが素性を隠して町に戻ってるってことですか。ウォンが言ってたことと話がつながるね。ああ、ブライスは自分の狂信者を作り上げて頑丈やバラクーダにスパイとして潜り込ませてるって話だった。デイナさん、
その子ってのはどういう格好をしてましたか？警察官の制服でした。なんだと？ブライスが手先を送り込んでるのはギャングだけじゃない、警官、それに多分司法に行政、もちろん経済、表の権力にも忍び込ませてんだ。それも何十年も時間をかけて、何人もな。あいつをホノルルシティの絶対的な支配者にしてる影のネットワークだ。やっぱり聖地ネレ島の正体はブライスの忠実な駒を育成するための訓練場だったんだな。そんな、あくまでブライスが教団を私物化してからの話だとは思います。私たちは、ここの子供たちはこれからどうしたらいいんでしょう？それはあなた方は状況に合点がいったようですが、私は逆です。何が何だかわからない。私は話を聞いてもなおパレカナの教えを否定する気になれません。ネレ島に行くことができると言われたら私は行きます。行きたいのです。子供たちにもそのように教えてきた。私の信仰心はまだ揺らいでいません。そろそろ子供たちに食事を用意しないと。この場所でしか生きられない者もいます。ここは社会的弱者の最後の砦なんです。願わくばさっきの話は子供たちの前ではしないでいただけますか？待ってください。それじゃあまた話が来たら子供を島へ送るんですか？選ばれた教徒や子供が島へ渡るのは多くても月に2回です。新月か満月の夜に。ですからしばらくその機会はないでしょう。次の機会が来る前にきっと俺らが茜さんたちを見つけます。この施設をどうするべきか、子供を島へ送っていいのか、彼女らに話を聞いてみませんか？どんどん使命が重たくなっていくな。さすが堂島の竜に任された仕事だ。ああ、でもやり遂げりゃいろんな人たちを助けられる。悪い話じゃねえさ。キリュウさん、キリュウさん。もう日本に着いたのか。ずいぶん深く眠ってましたよ。起こすのが気の毒になるくらい。そうか、悪かったな。あ、それとさっき一番からメールがありました。パレカナの教祖に出くわしたそうですが逃げられたって。アカネさんとラニはまだ見つかってません。進展があればまた連絡くれるそうです。分かった。ハワイのことは今は一番たちに任せましょう。俺たちはまずは病院です。そのために帰ってきたんだから。ああ、分かった。南波さん。ああ、どうも。どうでした？ご本人も認識されていますが、症状がかなり進んでいます。正直こうやってご本人が直接通院されてきたことに驚いています。それぐらい
体への負担は大きいはずです。尋常ではない精神力をお持ちなんでしょう。そんなに悪い状態なんですか？医師の立場としては今すぐ入院して療養に専念することを強くお勧めします。それが無理でもせめて在宅で安静にして療養するか。はい、でもきっと。ええ、はっきりとその意思はないとおっしゃられました。決めるのはあくまでご本人です。医師にその権利はありません。おそらくもう何度もやられてるとは思いますが、難波さんからも改めて療養を進めてみてはもらえませんか？何かのきっかけでお考えが変わるかもしれませんから。ええ、わかりました。失礼ながらあの方は自ら生きることを放棄しているように見えます。死に急いでいる、そう言い換えてもいいかもしれません。医者として正直歯がゆいです。あれだけ気丈に振る舞う精神力をお持ちなのに、一体何がそうさせているんでしょうか。本当なんでなんでしょうね。どうぞ。ここ一番の家なんです。汚ねえとこですみません。すぐにもっとゆっくり休める場所を探しますから。いや、そっちさえ構わなきゃここがいい。ホテルに泊まるより人目につかねえ。俺もう死んだことになってる身なんでな。そうでしたね。花輪さんからも言われてますよ。人前で呼ぶときは鈴木太一さんでって。前にも使ってた偽名なんだ。気を使わせちまって悪いな。まあそんなことより、ねえ桐生さん。ん？聞いた話じゃあんたもう治療しないってことだけど、そいつはどうなんですかね。医学は今この瞬間も進歩してるし、もう少し粘ったってバチは当たらねえ。よかったら俺もいろいろ当たってみますよ。何かがんの新しい治療法とか。いいんだ、構うな。それについちゃ大道寺の連中も散々調べてくれた。俺なりに何もあがかなかったわけじゃねえんだ。せめて茜さんたちが見つかるまでは持ってほしかったんだがな。これからって時にガタが来ちまった。思い通りにいかねえもんだ。桐生さん、失礼しますよ。ああ、もしかして俺の出てる間ずっと調べ物してたんですか？ダメですよ。それじゃ何のために日本に帰ってきたんだか。どうにか春日たちの力になれねえかと思ってな。パレカナについて調べていた。収穫はねえけどな。ネットで分かりそうなことは、ほら、あのエイちゃんってのがやってくれてます。ここで桐生さんにできることはありませんよ。とにかくあんたは少し休まねえと。無駄だよ難波。
その人に何を言ったところでね。ん？お前は客を連れてきしまいました。あ、大丈夫、信用できるやつですから。どうせ一人にしたらまた調べ出すに決まってる。不毛なことは承知の上でな。確かコミジュルの、ええ、孫妃ですよ。覚えてました？今はハンピン・リューマンも束ねる偉人町の顔役です。私はあなたと同じ日陰者だ。周りには死んだことになってる人間が他にも大勢いる。だから私と会ったところで大道寺の人間は気にしないだろう。なんでここに？病気の人間に挨拶させる手間を省いてやったんだ。それに裏社会での格はあんたの方が上で、こちらから挨拶に出向くのが筋ということにしておこう。俺がチクったわけじゃないですよ。こいつ桐生さんが来てることをあっという間に嗅ぎつけてて。そういやこの町の情報はコミジュルに筒抜けだったな。座ってもいいか。とりあえず万病の薬を持ってきたんだ。一応元看護師の身としてはおすすめできねえんだけどな。伝説の竜が起こしたあらば手ぶらで来るわけにはいかないだろ。なるほど、春日はよそ行っても相変わらずだな。自然と周りに人が集まってくるのはあの愛嬌のせいか。愛嬌ね。まあ言えてる。ああ、それがあいつの不思議なとこだ。見てるうちに何か力になってやりてえと思わせやがる。言いたかねえが、それがあいつの人徳ってやつなのかもな。それ聞いたらあいつ喜ぶだろうな。ん？どうした？俺の顔に何かついてるか？なあ桐生さん、あんた一番好きな食べ物ってなんだ？なんだ急に。言い方を変えようか。今日人生が終わるとして死ぬ前に何を食べる？最後の晩餐ってやつさ。おい、どうしたんだよその日。今の桐生さんにそんな話。別に構わねえよ。けどなんだろうな、死ぬ前に食いてえもんか。やっぱりね。普通はそんな時間をかけずに答えられるものだ。どういうことだ？あんたがいかに自分のために時間を使ってこなかったかがよくわかる。常に誰かのために生きてきたね。兄弟分の代わりに10年無所に入ったんだったな。え、そうなんすか？無実で親殺しの汚名を着てたんだ。で、その懲役中に消えた沢村由美を追い、その娘である沢村遥の成長を見届け、ここ何年かは彼女たちのために自分の死まで偽装している。だが本当の死が間近なら、最後くらい自分のために時間を使ったらどうだ？言ってることはよくわかるぜ孫妃。その通りだ。俺もそう思うんだけどよ。はあ、なんであんたが俺にそんな気を回すんだ？コミジュルの人間も似たところがあってね。かつて我々は人言派に忠誠を誓い、生きるも死ぬも組織に手綱を握られていた。その呪縛を逃れたはずのこの地でも、なかなか自分の人生を取り戻すことはできない。結局そのまま最後を迎えた同胞を何人も目にしてきたよ。彼らの上に立つ身としては寂しい限りだ。あんたは俺のボスじゃない。
ああ、だがここは私の町だ。堂島の竜に不完全燃焼で死なれちゃ夢見が悪い。はあ、随分な言われようだな。そんなすぐ死にそうに見えるのか、俺は。いや、そこまでじゃないんですがね。けど、ここは使命として休む、気晴らしするってのはどうです？多分、その日はそう言いてえわけだろ。ま、そんなところだね。気晴らしって、何をしろってんだ。じゃあ、あんたなら何をする？ん？私か？なんだよ。いざ自分が言われたら何すりゃいいかわからねえってか。いや、そうだな。私はよくバッティングセンターで気晴らしをする。無心で球を打つんだ。大抵は半純義に生意気な口を叩かれた時。ああ、またそういうアクティブなやつはちょっとまずいな。今の桐生さんはとにかく安静にしねえと。よしてくれ。俺はまだそこまで弱っちゃいねえよ。なら、その言葉を証明してもらわないとね。ん？行こうじゃないか。今すぐに。この街にはいくらでもお楽しみがある。だがまずは一発バットでかっ飛ばすといい景気づけになるな。マジか。よし、わかった。俺もその気に乗りますよ。町に出ましょうや、桐生さん。どうせ横になって休む気もないんでしょ。ったく参ったな。まだマッコリが残ってるじゃねえか。伝説の極道がケチなこと言うな。飲み足りなければこの先私がいつだって付き合ってやる。何年も組織のトップなんてやると、たまには対等に口聞いてくれる相手が欲しくなるんだね。それにあんただって難波と二人じゃすぐに息が詰まるぞ。確かに言えてるな。あんた、そりゃないでしょうよ。つべこべ言わず私も仲間に入れるんだな。この町にいる限り異論は認めん。どうも、こんばんは。ちょっといいっすか？ん？今、僕ら財布なくしちゃって、だから、お金貸してもらっていいですか？ちょっと偉人町の顔役さん、この町の風紀はどうなっとるんですか？こんなチンピラのしつけまで押し付けるな。とはいえ、大事な客人がいる時にこれとは最悪のタイミングだな。あんたが気にすることじゃねえ。ろくでなしはどこにでもいる。ねえ、だからお金出してってば。何ボケっとしてんだ。いいよ、もうやっちゃおうぜ。それな。はあ。桐生さん、下がっててください。なんだ。言いたいことは分かってます。でもあんたは今こんなことで体力使っちゃダメだ。あんたのエネルギーはもっと楽しいことに使ってもらわには困るんだ。ああ、それに言ったろ、この町にいる以上あなたは私の客人だ。この不始末は私がきっちり責任を取る。お前らってことで、やる気ならかかってこい。中年の意地見せてやら。やってやる。さて、始めようか。なんだこれ。どうしました、桐生さん。具合悪いっすか。いや、そうじゃない。なんだ、何が見えてる。ん？
ば春日が似たようなことを言っていた。敵がモンスターに見えるだったか。あ、それ一番が言ってたやつ。よくわからんが来るぞ。気をつけろ。気遣いには感謝する。だがてめえが売られた喧嘩を人任せにするのは趣味じゃねえ。俺も混ぜてもらうぜ。何？バッティングの前の準備運動だ。ったく無理せんでくださいよ。やるか。やるか。相手してやる。え？脇が甘いな。そこだ。どこにいる。俺の番か。来ないのか。怖いの。ほら来いよ。終わらせる。頑張りますか。何も見えねえ。明日は私の番。仕留める。だからどこにいる。せーの、いるぜ。やるか。元通りだ。俺の番か。状況だけは買ってやるよ。桐生さん、大丈夫でした？ああ、ありがとうな。おかげで助かった。なんだか、逆に気遣わせちゃいましたね。そんなことはない。本当だ。お前たちのおかげで、俺も春日の見てた光景を見れた。ん？俺もあいつから話を聞いたときは分からなかったが、どうやら仲間と立ち向かうのが勇者ってやつらしい。これが勇者だけに見える景色なのか。桐生さん、なんだよ、一番とあんたにしか見えない景色ってか。かっこいいじゃねえか、なんか。喧嘩相手が化け物に見えて羨ましいか。まあそれもそうだ。まあ何はともあれ気を取り直していきましょう。ああ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。わかんぞこれ。二度と笑えなくしようぜ。勝ち行こうぜ。私の番。逃がしゃしねえぜ。こっち見ろや。来いよ。相手してやる。仕留める。そこだよ。こっち見ろや。行くぜ。来いよ。感知した。へいへいへい。さっさと。やるか。おいおい。こっち見ろや。相手してやる。来やがれ。脇が甘いな。そうだ。くれてやる。初めてだ。しびれる。特製だ。俺の番か。なんだ。来いよ。こいつは効くぜ。感知した。傷が深いか。来いよ。さっさと来い。なんだ。こっち見ろや。相手してやる。おいおいおい。処置にしよう。いって感知。こっち見ろや。行くぜ。ありがとう。止まんねえ。体を持て。遊んでいるか。相手してやる。よいしょ。何これ。お前が。私の番。やるのかよ。さっさと来い。やる。やる。
って。ほら来い。ほらほら。ほら。さっさと来い。こっち見ろよ。来いよ。回復。やる。やろうぜ。こっち見ろよ。どうした。うん。ん？おい、うん？来やがれ。治療する。すると無性に腹が減るな。わかります。カレーは食欲がなくても食えちゃいますよね。実は俺ね。どうぞ行きますか。私の番。さっさと来い。来やがれ。なめるぞ。かかってこいや。ビリビリする。行くぜ。変になったぞ。俺の番か。頑張りますか。脇が甘いな。いや、そんな。相手してやる。何も見えない。寝てるわ。くらえ。状況だけは買ってやるよ。悪くない気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。さっきの話、カレーの匂いがすると。わかります。カレーは食欲がなくても食えちゃいますよね。実は俺ね、カレー作るの結構好きなんですよ。大量に作って1週間寝かせたカレーはコクが段違いなんです。おいおい、そんなに寝かせたらさすがに痛むんじゃねえのか。極上のコクと旨味を味わえるか、痛みに負けて腹を壊すか、食うまでわからないギャンブル性のある禁断の料理ってところです。負けた時悲惨だから、そのギャンブルはやめておけ。いい感じだ。
いらっしゃいませ。悪くない。私は大丈夫。そういえば今朝情報番組の占いコーナーで私の今日のラッキーカラーはピンクだと言っていたな。孫悲はそういう占いを気にするんだな。別にいつもチェックするわけではないんだがな。しかし一度見てしまった以上は多少気になるというか。まあその気持ちはわからないでもないな。だがピンクの小物のような可愛らしいものは持っていないし、今日はラッキーになれそうにないな。鏡を見たらラッキーになれる気がするがいいことありそうな髪の色だ。え？あ、よし。俺のことなめるなよ。後悔するなよ。私の番。どうした？さて、やるんだよ。やるのか。仕留める。行くぜ。さて。ほんの。頑張りますか。やる。行くぞ、お前。やるの？わけが甘いな。隙を見せる。俺の番か。やったろうぜ。
番が来たな。私の番。まあこんなもんだ。まだ強くなれるとはな。人生これ成長ってな。まだまだ強くなれそうだ。気分を変えるか。俺に似合うのどれだ。私の好みとしては、すぐに楽にしてやる。で消えがる。やるか。相手してやる。やるか。やるの。仕留める。消えやがる。頑張りますか。行くぜ。下がってこいよ。遊んでやろうか。寝てるわ。許さねえぞ。これだ。調子乗ってんじゃねえ。行くぞ。私の番。出番が来たな。俺の番か。終わらせる。相手にならねえな。いける。これがうまいの。うん、悪くない。うまいな。は、本気を見せてやる。始めようか。やるか。相手してやる。止める。で、分が高いよ。そりゃ前が見えん。さて出番が来たな。必殺。目が、体が重い。私の番よ。せりゃ。頑張りますか。前が見え、気乗りしねえ。やる。出番が来たな。問題ねえ。行くぜ。
状況だけは買ってやるよ。そういえば難波は看護師だったんだよな。資格を取るのは大変だったろ。そうですね、臨床実習や試験勉強いろいろ頑張りましたよ。ちょうどここみたいな本屋で参考書買いまくってたな。立派なことだ。真面目なんだな。ただね、つい漫画も一緒に買っちまってさっぱり勉強進まなくて、あの時期の漫画は全部読んでたかもしれねえな。真面目なんだか不真面目なんだかわからんな。いい感じだ。ちょうど欲しいと思ってたところでね。ありがとう。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。何見てんだよ。やる気か。勝ちに行こうぜ。力の差を見せて。調子に乗るなよ。やってやる。やる気か。相手してやる。なめんなよ。止める。調子出てきた。調子に乗るなよ。手伝うぞ。容赦しないぞ。必殺当たれ。調子がいいぞ。かますぜ。俺は勝負はすごいんじゃね。してんじゃねえぞ。後悔するなよ。やるか。どうした。なめんなよ。さあ、はい、仕留める。苦しい。出番が来たな。来ないのか。かかってこい。なめんなよ。俺の番か。おら、かかってこい。ダメだよ。すぐ来てくれ。頼む。私の番。すぐ来てくれ。頼む。逃がしゃしねえぜ。行くぜ。遊んでやる。Oh!
頑張りますか。苦しい。相手してやる。やるか。俺の番か。出番が来たな。まあこんなもんだ。悪くない気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。旅行会社のチラシ見てると、どっか旅したくなりますね。なんだ、行きたい場所があるのか。場所っていうよりも、でかい滝とか見に行きたいです。ああいう迫力あるの好きなんですよ。100メートルの滝とかすげえんだろうな。せっかくだし、滝を見るついでに撃たれる修行でもしたらどうだ。100メートルクラスともなればきっと煩悩も吹き飛ぶぜ。意識も吹き飛びそうなので遠慮しときます。よし。ものは試しだ。悪くねえな。何を選べばいいんだ。身なりは大事だからな。どうだ、俺に似合うのどれだ。さてどれにするか。おあつらえ向きだな。私の好みとしては、これだな。よし、取れたぜ。邪魔すんじゃねえよ。やってやろうぜ。俺の番か。
こいつは重いぜ。私の番。さっさと来い。止める。このクズ。頑張りますか。痛めつけてやる。見さらせ。いいね、いいね。調子出てきたぞ。悪く思うな。回復だ。やる。出番が来たな。手加減はなしだ。来ないのか。こいつは重いぞ。出てけよ。私の番。脇が甘いな。ふっ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 ね、度胸だけは買ってやるよ。まだ強くなれるだよな。人生これ成長ってな。まだまだ強くなれそうだ。よし。これうまそうって思ってたんです。いただきます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。後悔するなよ。行くぜ。悪く思うな。やる。分かってこいよ。脇が甘いな。ご褒美じゃ。脱す。頑張りますか。ほら、どうに調子出てきたぜ。逃がしゃしねえぜ。来やがれ。こいつは重いぜ。おれ。私の番。持て。目障りだ。見さらせ。手加減はなしだ。相手にならねえな。悪くない気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。
楽しませてもらおうか。かかってきやがる。俺の番か。本気出せよ。悪く思うなよ。私の番。どうしたのかよ。脇が甘いな。このクズ。頑張りますか。調子出てきたぞ。本気出せよ。こいつは重いぞ。デリガー使っとくか。私に電話しねえぜ。仕留める。頑張りますか。出てきたぜ。やるか。本気出せよ。出番が来たな。行くぜ。私の番。まあこんなもんだ。寿命縮んだね。まだ強くなれるとはな。人生これ成長ってな。まだまだ強くなれそうだ。外食するといっつも同じメニュー頼んじゃうんですよね。冒険するよりも失敗したくないっていう気持ちが勝って。まあ気持ちはわかる。だが挑戦する気持ちを忘れちゃダメだぜ。俺もたまには新しいものを食おうと思ってな。シェフの気まぐれ創作料理っていう新しいメニューを頼んでみたんだ。おお、さすが桐生さん。で、味はどうだったんです？震えるほどまずかったな。二度と食うことはないだろう。失敗してんじゃないですか。いい感じだ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。問題ない。
よし、かっ飛ばせ。キリュウさん、ナイスバッティング。体大丈夫っすか？ああ、平気だ。すっきりしたぜ。確かにいい気晴らしになる。ありがとな、ソンヒ。おかげで楽しかった。何を言ってるんだ？これだけで満足してもらっちゃ困るが、まだまだこんなものじゃ済まさんぞ。それに桐生さん、なんだか顔色が良くなってるよ。なんでだろうな、不思議なもんですね。さあ次は何をしようか。そうだな、なら何かうまいもんでも食いながら考えるか。いいっすね。何食いたいですか？腹が膨れたらカラオケもいいな。堂島の竜はなかなか歌を聴かせるって噂だ。まあ話半分で聞いてるが。それはいつの話だ。しばらく本気の歌を誰かに聴かせた覚えはね。話半分かどうかその耳で確かめてもらうぜ。調子が出てきたね。どうかしたか？キリュウさん、エンディングノートって知ってます？エンディングノート？いや、初めて聞くな。思いっきり大まかに言うと、お手軽な遺書って感じです。残された家族とか友人へのメッセージとか、後々面倒になる遺産周りのことを書いておいたり。それは遺書とどう違うんだ？同じに聞こえるぞ。遺書と違ってエンディングノートには法的な効力がないんです。だから本当に個人的なメモ書きみたいなもんで。なんだそれは。なら書く意味ないじゃないか。いや、お手軽だからいい面もあるんだよ。遺書にせよエンディングノートにせよ、そういうもんをしたためるってのは人生の終わりを強めに自覚してるからだと思うんです。まあそうだろうな。そういう心持ちの時に、自分がいなくなった後のことじゃなくて残りの時間をどう使うかを考えるのに、エンディングノートはおあつらえ向きなんです。これまでの人生を振り返りつつ、心残りであったりとか、実はやってみたかったこととかをエンディングノートにバンバン書き出すんですよ。そんでそれを片っ端からどんどんやってみる。なるほど、心残りのチェックリストみたいなものとして活用するわけか。そういうこと。キリュウさん、ソンヒも言ってましたけど、あんたもうちょい自分のために時間を使った方がいい。残された時間がわずかだってんならなおさらだ。あんたが療養に専念する気がないって言うなら、それはキリュウさんの意思だ。
俺はそれを尊重します。でもそこまでして果たしたい何かがあるなら、それに集中できる環境づくりも必要でしょ。ナンバ、バス戦で汗流しただけでも顔色がだいぶ良くなってる。キリュウさん、あんたは自分を押し殺してるだけで、本当はやりたいこと、やったら楽しいことがたくさんあるはずなんだ。それが何なのか考えてやってみることは時間の無駄なんかじゃない。むしろキリュウさんをベストコンディションに持っていく最善の手だと思う。元看護師として受け負うよ。ああ、確かにいいかもな。エンディングノートか。一つやってみるか。え？言い出しっぺはお前なんだから、いろいろ面倒見てくれよ。ええ、それはもう。じゃあ早速始めましょうや。今思いつく限りじゃこんなとこか。いいですね、結構あるじゃないですか。カラオケで熱唱いいですね、いいですね。うまい酒を好きなだけ。あんまりおすすめはしたくないですけど。寿司銀で卵を腹いっぱい卵好きだったんですか。このなりで卵ばっか食うのもな。いい店だからカッコつけちまったのを思い出したんだ。いいですよ、キリュウさん、まさにそういうこと。まあ、思い返してみればこうだったとか、よくよく考えたらこうしたかったとか、そういうのをバンバン思い起こしてやっていきましょう。どれどれ、他には若者に流行りのスイーツってやつを食べてみたいありったけかけって言ったのはお前らだろう。あ、すみません、いや、あまりに予想外のが続いたもんで。いや、すまない、笑い物にするつもりは毛頭ない。むしろ少しときめいてしまった。なんだよそりゃ。でもマジでいい感じですよ。いや、これはやりがいがあるし、もうちょいみんなでワイワイやりたいもんだな。あ、なら欠かせないやつが一人いるな。ん？キリュウさん、これからキャバクラどうすか。ノートにはその辺書いてなかったっすけど、あんまお好きじゃ。バカ言え、これから書くところだったんだ。じゃあ決まりだ。もうソンヒ、お前もいいだろ。女だっていい女は好きなんだ、もちろん付き合おう。よっしゃ、じゃあ行きましょう。そろそろ行かねえか。どこにでも行けそうだ。これだな。よし、取れたぜ。
好調だ。行くとしよう。